ラファエル・メングスによる肖像画ヨハン・ヨアヒム・ビンケルマンは18世紀ドイツの美術師屋であるブランデンブルクの貧しい商人の家に生まれる。苦学してハレ大学に入学し、進学を学ぶ。1743年、ゼーハウゼンで教員となる。若い頃からホメロスなどギリシャの古典文学に憧れ、独学でギリシャに関する研究を続けた。 ドレスデンで古代美術のコレクションに触れ、古代の精神に改ざする。1754年、研究のためプロテスタントからカトリックに改修する。1755年、ローマに移住。1764年、古代美術史を観光。1768年、ウィーンへ行くが、ローマに戻る。途中のトリエステで、イタリア人に殺害される。ギリシア芸術法論や、 古代美術史を表して、古代の芸術を賛美し、大きな反響を呼んだ。ヴィンケルマンは、芸術は自然を理想化すべきものであり、それは古代ギリシアにおいて達成されている。従って我々が目指すべきは古代ギリシアの模倣である。と説いた。ヴィンケルマンの著作は新古典主義の理論的支柱となり、ゲーテ、レッシングにも影響を与えた。ヴィンケルマンが古代ギリシアの彫刻と考えていた。 作品の多くは実際にはローマ時代の模国であった。実際の古代イギリシャの大理石彫刻は彩色があったが、ビンケルマンは古代イギリシャは純白の文化と論じたため、その後エルギンマーブルなどのギリシャ彫刻が博物館で表面を削られる事件が何件か起きた。ありがとうございます。